ニハル、たくさん買ったね。ついつい。アヤも？うん、どれも可愛くて、でも可愛すぎて食べられないかも。私も食べるのもったいなくなっちゃうよね。私こんなにたくさんのチョコに囲まれたの初めて。どのチョコも本当に可愛くて、夢の国に迷い込んだみたいな気分。うん、わかる。おばあちゃんの分も買っちゃった。ほら、奇遇ね。私もお兄ちゃんの分買ったの。下の階で配送の受付もしてるよ。私さっき行ってきたとこなんだけど、一緒に行けばよかったね。ううん、私は電車で行ける距離だから直接渡すよ。あら、いいんじゃない、たまには会いに行っても。うん、そう思って。あやは本当におばあちゃん子ね。うん、あとはリコとマホロの分も。うんうん、私も買ってきたから、帰ったら一緒に渡しましょう。アヤは誰かチョコをあげたい人はいるの？え？どういう意味？別にそんな人いない。そうなの？うん。じゃあ、アヤにもいつかチョコをあげたいって思えるような素敵な人ができますように。え、まだそういうのは私いいかな。いつかっていう話。うん、いつかそんな日が来るのかな。今日は2月14日。街の景色もなんだか浮ついて。あの女の子、手に持ってるのはチョコレートかな。素敵な恋が結ばれますように。こんな日は気持ちも自然と明るくなっちゃうよね。あ、あの後ろ姿。ふふ。マネージャーさん。